トーナメント後半戦を引き当ててくれた吉武社長には感謝しているよ。試合順が後になるほどトレースできる闘技者は増える。トーナメントが進行するごとに私は強くなる。コピーキャットがタヌキの革残用かよ。シャレにもなれしねえぜ。構えろよ三下、人様の力を存分に使いな。うん。千葉は二つの嘘をついた。一つ、千葉がトレースできるのは対象の動きと技のみ。クレ一族の外しやリヒトのレイザーズエッジのような身体能力の模倣はできない。また技を完璧にトレースしてもその威力は千葉の身体能力に準ずる。二つ、現時点で千葉がトレースした22人の闘技者の動きはそのほとんどが実戦に投入できるレベルではない。だがそれで十分だった。初見の目には千葉孝之という男が実体以上の怪物として映し出されていた。一度見た動きを全て使える男か。準備はいいの？トーナメントに参加した主要闘技者のトレースを完全に終え、その技を実戦に投入できるのは2回戦以降。今日はこれまで奪ってきた他の武術家たちの技だけで我慢しておくとしよう。行くぞ。先発目。おう、あの構えは。一撃必殺の拳を持ち、立ち技最強の名を欲しいままにしたキロンカン空手アンドリスピリオ。個人までコピーできんのかよ。こりゃ出し惜しみする余裕はなさそうだぜ。おじめも三連。お休みの時間だぜ、モノマネ小僧。そうばり、そうばりー。